はいどうも、いぞログです。えー、コインランドリーに <laughs>、で、乾燥させたら、どうやら、縮んだっぽいっす。はい。なので、こんな感じですね。で、今、今日はですね、福島から帰ってきて、えー、初日ですね。まあ、昨日着いたんだけれども、えー、どうやら任意保険が切れていた模様です。<laughs> そういう任意保険まだ払って、自動車税払ってもう満足してたから、 もうこれで車やることねえやと思ってたら、まあ、ちょっと危なかったですね。任意保険が切れたまんま、まあ、飽きた、えー、遠出をしていたというのが、今気づいてですね、何事もなくよ,よかったと、思ってます。<laughs> だってさ、満タン分走ったからさ、600キロ以上走ったぜ。<laughs> 任意保険が切れて600キロ以上走るってなかなかつわもんだよね。はい。 で今日の作業は主には、えー、物を片付けます。やっぱり掃除が大切っていうと、ね、正直ね、まあ、そんなのほっとけよとかバカにはしてましたよ、マジで。でもやっぱりね、散らかってると頭の中が散らかるんですね。不思議,不思議と。だからそれをやっていこうと思います。じゃあまずはね、この柄かな。えー、ま、柄を。 やる、あの、柄を片付け、まあ一応これ捨て張りですね。これ廃材を、ね、廃材を、まああとはサンダーかけたり、えー、いろいろやっていくので、まあとにかくここを、えー、時間かけてやっていきます。